さあ、今日から夢だぜイベントで発表されたキャラたちがいろいろと重心化しますよということで、まずは加藤清正から。性能に関しては転送壁新しくもらってバルハラも生きるようになりました。どっちかっていうとそれより友情コンボ結構強くなったなって私は思ってるんですよね。超絶バレットとゴーメテをもらいましたと。なので結構強くなったなってことで、私一体だけ線形解放して証もつけてきましたね。いや普段だったら私てか重心化のキャラを動画にすることってあんまりないんすけど、やっぱ線形解放しないと、まずなんか最近のやっぱ強いキャラとの並べないよなみたいなこと思って、でアイテムもそしてさすがに使えたくないよなと思って使ってなかったんですけど、まあ、今回は一体だけとはいえちゃんと線形解放してるんで、これやっていこうかなと思います。でコンプレックスもともといけるから、もともといけてたんですけど、清正って強くなってメテオがねすごい役に立つようになった。これちょっと置いといて、あいいねこれ。メテオで、あ、特に上とか見たら分かりやすいけど、もうメテオで敵倒せるようになったんですよね。何の強化も別に入れてなくても。確か25万の威力の友情を持ってたら、通れるように、通る。ほら、こんな感じで友情コンボが通るようになるんで、コンプレックスにおいては、まあ、一体ぐらい入れておけば、雑魚処理に役に立ってくれるかな、みたいな気はする。ルイス・キャロルも同じことできるけど、一応あっちは、あれだもんね。あの、工場じゃないや。重心化回のキャラだから、編成できる数がちょっと限られてるんで、そこは、なんていうかもしれない。でもこっちは艦隊組めるしね。あとは SS 自強化だから、スイッチ決めた時に暴れ回ってなんかすごいみたいなことはあるかな。だからこれメテオで、あ、そうね。メテオで倒せますよと。SS8 ターン残してるのもかなりありがたいしね。無敵化はまあ、そんなもんだと思うけど、ターン数も8ターンだから、無敵のターンは多分そんなに長くないよね、きっと。で、スイッチ決めて、よし、OK。だここで、メテオで、ああ、そんなにだな。いや、メテオはちょっと機嫌があるしね。ただ、1体とかになった時のメテオはやばいんで、いや、これ見せられるかな、メテオ。何万ぐらい出すの、これ。だから、メテオを出すと1体に集中するから、800万ぐらいで、ケビアシュ寄ってね。これがだから、コンプレックス単体になった時に叩き出すとすごいことになるね。あとは、まあ、普通にこれからは使っていくけど、スイッチ決めたら多分これ、あとさ、あと、超前に L もらえたのは、私すごいでかいなって、思うんですよね。多分これ、普通の時に発表されてる普通の工場だったら、いや、きっと、あれでしょ。超ウィンドでしょ、これ。ただの超ウィンドでしょ。いや、これどうだ。いや、踏めてねえか。んー、じゃあ、こうか。SS で、ワンチャンこれ通ればいける。はい。これで、どうだ!よし、決めた!いや、そうだね。地雷持ってたら殴りも、すごいいけるもんね。2.5 倍補正かかってるから。で、1段階目だから多分自強化は、まあ、良くて 1.1 倍とかだろうけど。あ、ちなみに私、今の私は知らないね。右側には倍率書いてあるけど、それは後から調べてるんで。だから、ここも SS 使って、ほい。あ、でも無敵のターンはこれ切れてるから、これで?ああ、そうね。なんかそんなに高い倍率。あ、でも地雷切ってるからどうなんだろうな。これメテオでも、いけ!いやー、ダメだ!死んだ敵にも行くというメテオの弱点はいつになったら克服されるんだ。で、2段階目も次使えそう。で、無敵化はこれ?あー、あ?あー、自分のターンしか意味ないのか。じゃ、ここはとりあえず、これはじゃあこっちのスイッチ決めといて、これはちょっと2でかけないと結構厳しいかな。いや、なんとかボスだけに集中させて、メテオいけたらいいんだけど、これでは SS 使っといて、S、S、S 使っといて、あ、そういえば私最近ちょっと考えてることがあるんですけど、夢だぜイベントの時から。あの、何かっていうと、あの、あ!え、これこれ本当にいいの?ま、いっか、バルハラ行こう。じゃあ、バルハラもいけるんで、ていうかむしろ私、バルハラって持ってねえから、メインは。私今まで何回かバルハラの攻略動画撮ったことあるけど、毎回メインで負けてサブ機で勝った動画にしてるから、いや、まだメインはこれバルハラ持ってないですよね。というわけでいきます。あ、で最近ちょっと考えてるって言ったのが、それちょっと話戻すんですけど、あのなんか夢だぜイベントでさ、モンストキャラバンって発表されたじゃないですか。なんか日本全国、日本の都道府県全部回って、なんか広報の方と YouTuber の方が挨拶しに行きますよみたいな、なんかそういうイベントをやりますよみたいな発表されたじゃないですか。あれね、
いや、私行きてえなーと思って。ちなみにみんなに会う側じゃなくて、これ、あれね、出場する側というか、観客側として行く？いや、それで、ちょっと、たまにコメントで、竹ちょりとか、BX とか、話題にしてるから、ちょっと普段動画のネタにさせていただいてありがとうございますみたいな。そんな感じで、ちょっと行こうかなと思ってる。なんでそんな感じで会いに行って、どうせ、私が行っても私ってみんなわかんないから、いや、多分大丈夫でしょ。スイッチとりあえずこれ決めといて。よし！とりあえず倒せました。いやでも行ったところでわからないからな。どうしよう。普通に会いに行って、普通に会いに行ってもただ普通の人として思われるだけだな。いや、どうしたら一番なんか、いい感じに、なんかできるかな。で、これ殴って倒す。これ貫通して倒す。あれ？ま、いっか。貫通して倒す。あとは、これが？ゲージ保持で、他は全部大丈夫か。いや、あとちょっと考えてるのは、あれやってみたいんですよね。急に、例えば、竹ちょりがいるとするじゃないですか。みんな会いに来てくれありがとうみたいな。後ろから、私はガミくんですっていう。いや、ちょっとデスノートの L みたいなね。いや、ちょっとかっちょええなと思って。いや、デスノート見た時から、紹介の自己紹介のやり方、人生で一回はやってみてと私常々考えてたから、いや、どうしよう、ここで解放するか。その人生の夢の一個。いや、やりたいことリストの一つがそれなんですよね。人に自己紹介するときにそれでやりてえみたいな。いや、どうぞ、そこでやったら、どんな顔するかな、リエックス。はい。で、これで殴りに行って倒しとけ。いや、でも普通にいけるね。っていうか、他のキャラも全然強いな。あと、キリュウアイドの性能どんな感じだっけ？あ、スアビバイタルか。でも、コピったところで、ここではそんなによね。とりあえず、これ倒しに行って、倒しに行って、よし！とりあえずこれ倒してと。いやでもどうしよう。みんなにもちょっと、外側から見てたい。私だとバレたくないけど、みんなの顔は見てみたいという気持ちも正直あるから、あとは縦勘で、こうだな。これで、ぐるっと回って倒す。よし、オッケー。いや、それもあるから、いやどうしよう。私だとバレないように言って、遠くからみんなを眺めて、へぇ、モンストしてる人たちってこんな顔してるんだ、みたいな。みんな、この中の一人は私の動画見てくれてっかな、みたいな。こと思いながら、帰る、みたいな。いや、なんか、変な人みたいな、それ。まあ、そんな感じで、いつ行くか言っちゃったら、私の住所バレるんで、言わないけど、まあ、どっから行くかもしれないですね。行ったら、また動画のどっかで感想言うかもしれないです。足、遅いけど、あ、でも超満員でもこんなもんか。で、これで薄い縦勘で。いや、これなんとかうまいこと。でも SS もやっぱこれバウンドチャージのキルユアアイドルが1体いるからか、溜まる速度もすげえ上がってる気がするな。なんかもっとガンガン使っていいかもしんない。うわ、邪魔。こいつ倒して。ちなみにこれで今、バルハラってさ、誰が一番最強のキャラになってんのこれ。あとこれ縦勘か。意外と硬いのね、こいつら。こんな強化してても。よし、これで。あ、メテオ強っ！あ！あ、ここでゴーメテオとかってこんな風に通用するんだ。へぇー。いや、これも結構役に立つね。うわ、まだボス戦じゃねえのか。だからこれを、こうか。これでスイッチ入れて、よし、これ倒すぞ。あいつらは確か互い蘇生ないよね。じゃあもっと SS ガンガン使って、これ縦勘で適当にいっか。はい。バウンドチャージでもっとガンガン、じゃあ、ボス戦入ったらもっと丁寧に SS 使おう。あ、そうだ。あと、清正の SS？ これカットしてる間に裏で調べてきたんですけど、16ターンで 1.8 倍あって、1段階目なんだっけ？ 1.3 倍ぐらい、あ、そうね。8ターンで 1.3 倍もらってて、無敵化とかももらってるから、これさ、すっげえ強くね？だって1.8 倍って私の今まで倍率とかめっちゃ調べてきた感覚だと、だいたい20ターンとかのキャラでもらえてる印象？ 1.8 倍授業があって。それが16ターンでもらえてるんで、向上だったらすごいことなんじゃない？あ、これじゃあ SS 使って、届くかなこれ。あ、そか、でもダッシュ M あるから。あー、オッケーオッケー。届く届く。だこの状態で、ちゃんと弱点、あれ？あいつ倒してねえし。あ、そっか。じゃあこいつ倒して。これで倒してと。
リットンも早く壊したいなぁ。で、天使も早く倒したいなぁ。で、ジャクロも入れると、でもジャクロ入れてもさすがにちょっと邪魔だな。そうだなぁ。だからこれを、うまいこと。いや、ビットン邪魔。これどうだ？とりあえず一回置いといて、あれまだ天使倒してねえし。とりあえず、じゃあ、あ、そっか、無敵化はここの恩恵もあるのか。あ、これ横勘で殴れて、あ、でも地雷ねえし。1.8 倍自強か。はい。どうだ？いやー、惜しい。あ、でも普通に通る。やっぱ弱点強化の恩恵って結構でかいのかな。いや、これじゃあ、え？じゃあこれって地雷持った状態で殴れたら1ゲージパーンって飛ばしてポーンって終わるんじゃないの？ポンポンポンクラッシュで。ポンポンクラッシュでいけんじゃん。だからこれ横勘だな。横勘で下がってって、まあこれはもうしょうがないね。あとは上で、あーダメか。やっぱこれ反射のキャラはここで入れとかないと。ああ、やつ高い蘇生するからね。まあこれは縦勘でじゃあ丁寧に倒していくと、スイッチ全部拾って殴って倒すと。この辺はやっぱ丁寧にやらないとダメなのか。で、ルイス・キャロルもじゃあじゃあルイス・キャロルもこれあれ使えない。いや、使えるか。いや、一応いけるか。これブロック持って縦勘でどうだ。あー、オッケーオッケー。危ねえ。一応だ、ブロック持ちはこういうこともできんのね。いや、ありがてえ。で、キルギュアアイドルももう SS 溜まりそうだし。そうだな。あとはもうじゃあもうどこかんか。はい。で、これで一発殴る。あ、でも一発殴ってもこの程度か。そこまでだな。いや、でもこれ、いやー、これ弱点強化また打てるのでっか。いや、ここで、ちょっと一発、まあ、これ天使倒しか。天使倒しで。とりあえずこれで一発やっといて、地雷持ってなぁ、これ弱点殴れたら絶対強いと思うんだけど、地雷くれ！うわぁ、全然ね。初撃か。初撃。いや、初撃あそこで初撃。いや、むず。薄いゲージ切った縦勘で、うまいこと入ってくんねえかな。これゲージ入れると絶対関係ないとこ一発目殴るから、これちょっと運ゲーだな。頼む。はい。ゲーホジも持ってるから大丈夫。いけ！お！あー！いや、さすがに1ゲージ飛ばすほどじゃないのか。そうね、挑戦系解放してても、足りないのですか。でも次弱露できるからこれは強いんじゃない。弱点強化もできるしね。で、バウンドチャージもあるから、はい。あ、いや、これは横勘できるか。あ、一番跳ねちゃダメなとこで跳ねてんじゃねえか、お前。でもこれなんか友情コンボですごい削れてるのは、これ誰のおかげでこんなに削れてんだ。で、メキオルこれバウンドして、はいはい、殴って倒す。よ、跳ね！誰か！いや、ダメか！ SS 使ってたらいけてたかもしんない。で、キルユアイドルこれ2手目だから、やっぱバウンドチャージのおかげで、これ、あれよね。その、何？いや、そう！いや、私これ別に狙ってねえんだけどな。ちょっと一回雑魚処理までカット。おぶれ！危ねえ！危ねえ！死ぬとこやった！とりあえず、ちょっとこれ、一回、キルユアアイドル殴ったらどうなるのかっていうの。あれこれ、あれこれもしかして、あれこれ私、これもしかして、これで倒せなかったら死ぬんじゃねえの。はい。これで、はい！あ！やばい！あ、これもし、おぶねえ！あれあれこれ、バルバルってこんなきつかったっけ。いや、よかった！初めて勝ったわ！そんな感じで、まあ、キルユアアイドル強かったし、ちょっと最後、キルユアアイドルゲーになっちゃったけど、まあでも、清正も結構強かったって言えば強かったのかな？誰がこれ今、バルハラで一番強いんだ？そして、このなんかスキップのアップデで、スキップのアップデができたことで、ん？あっいや、なんか今左上の卵割れるの見えたんだけど、なんか、あれ？順番違うよね、ちょっと。あ、なるほど。じゃあスキップボタンを押したら、ちょっとなんかタイミング違うのか。まあアップデでちょっと便利になったけど、そういう気になるところあるんで、初勝利噛み締めたかったからスキップはしないようにしましょうということで、終わります。ごきげんよう。